皆さんこんにちは。動きのコツ協会東京の理学療法士遠山智明です。この動画は皆さんのリクエストにお応えして作っております。腕がこわばる、足が頼りないなど、何かお困りのことがあればぜひコメント欄の方に書いてみてください。そのコメントを参考にして動画の方を作成させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の内容に入りたいと思います。今回は、お手洗いの際にですね、ズボンの上げ下げをしたいんですが、立っている姿勢が安定しないために楽にズボンを上げたり下げたりすることができないというお悩みに対してのコツになります。今、お伝えしたようにですね、楽にズボンを上げたり下げたりするためには、まずこの立っている姿勢が安定している必要があると思います。この立っている姿勢が安定するためには、どのようなところに気をつけたらいいのかというところをご説明していきたいと思います。今回はこちら側を麻痺のある側だと思ってください。でお手洗いとかでですね、実際に立っていただいている時の麻痺のある方の足の裏ですね、どのように床についているのかというところをまず確認してみてください。おそらくですね、麻痺のある方の足の裏ではつま先の方でしたり、足の裏の1箇所だけが強くついていたり、足の裏がついていたとしても右に比べると軽くついている、そんな状態になっていると思います。そのためにですね、しっかり足の裏がついていないことで、足の力が入りづらい、この麻痺のある方の足が入りづらいことで、立っている姿勢が安定せずにグラグラっとしてしまったり、そういった原因につながっていることが考えられます。では、いい方の足の裏はどうでしょうか。確認してみますと、かかとからつま先まで足の裏全体がついていることがわかると思います。この足の裏全体がついているというところをですね、しっかりと大事にしていただいて、麻痺のある足の裏でも足の裏全体がついていることを意識しながら体重を乗せてみましょう。ぐっと乗せるんじゃなく、ゆっくりで構いませんので、まずはいい方の足の裏で全体的に体重が乗っていることを確認できましたら、ゆっくり麻痺のある方の足の裏を全体的に意識しながら体重を乗せていきます。ぐーっと押し付けるんではなく、あくまでもいい方の足の裏のように体重が乗ってくることで自然と足の裏がペターっとついてくるような意識を持ってみてください。もう一度いきますね。いい方の足の裏が全体的についてくることを確認しましたら、ゆっくりと麻痺のある方の足の裏でも全体的にペターっと体重を乗せてみます。いい方の足と同じような足の裏のつき方ができましたら、両方の足の裏でも全体的に体重を乗せてみてください。そうすることでいかがですか。足の裏全体的に体重が乗っていることで立っている姿勢が安定すると思います。この安定した立っている姿からズボンの上げ下ろしですね、そういったところにつなげていただけると楽にズボンの上げ下げができるようになると思いますので、このまずは安定した立っている姿勢というところをぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。実際に、試してみていただいてもなかなかうまくいかなかった、そういった方もいらっしゃると思います。そういった方のためにですね、電話での無料相談も行っておりますので、ぜひそちらもお試しください。また、今回の動画が少しでもためになりましたら、ぜひグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。我々が動画を作る上での励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。無料電話相談はこちらへお電話ください。